よっしゃ、ぼちぼち行きましょう。必須事項まとめ 2B は68。うん。で、今回は16番目になります。構成はこんな感じ。はい。数列のね、後半やねんけれど、うん、今回から全化式に入るよ。まあ、全化式3つポンポンポンって言ってね。えー、で、最後っていうね、そういう形にしようかなと思います。はい。で、今回は全化式やねんけど、倒査型と解査型と逃避型っていうね、まあ、通称言われるようなやつそれをやってみようと思うよ。で、一番大変なこれかな解査型ってやつかな 会社数列入るから、だから、あの、会社数列ね、えー、苦手っていう人は、あの、この前にあったから、えー、だからそれを見返しといてよ。まあ今からやってけどね。さあ、じゃあまずね、えー、と、3問あんねんけど、鍵括弧1番は以下で定義される数列 n 一般公を求めようってね。えー、こういうのが、えー、こういうのが全化式って言われるやつ。 こういうので決まっていきますよっていうね。えー、そういうこと。えー、っと、初項 A1 が2やんか、最初2でしょほんでから、N1 やったら A1 に3を足したら次の A2 ですよっていうふうになんでね。書いてみようか。N1 入れると A2 は A1 足す3なわけよ。で、N に2入れると A3 は A2 足す3って、こういうふうにして決まっていくんやね。そういうことね。 まあだから、えー、その項に3足したのが次の項っていうね。自分に3足したら隣っていうね。で、隣のやつに3足したらさらにその隣っていうね。そういう感じ。えそれはわかるんじゃないだって3ずつ増えていくわけでしょ ?3 ずつ増えていくわけでしょそれって、交差が3っていう、等差数列なんじゃないので、初項が2かっていうね。そういうふうに思うわけね。まあなので、え3ずつ増えていきますよっていうふうに思えばいいよ。はい。だから、これは簡単で、数列 A のは最初が2やねんけど、え交差が3ね。 え、これがここに来たわけやね。で、それの等差数列とあるから A、a1 たす n-1d っていうことで、パッとこういうふうに求まんねで、こういうふうにして、数列 n の一般項をね、an、一般的な形ね。えー、だこの n に何とかを入れれば、例えば n10 を入れれば、10を入れて30、30-1で29とか言ってね、そうやって分かるっていうね、そういうことやねんけど、こうやって一般項を求める、求めることを、全化式を解くっていう言い方をするねん。うん。なので、全化式解けというね、えー、いうふうに問題文がなってても、やっぱりこういうこと、同じことをやるわけ。 2番がちょっと大変でね。うん。大変やねんけど、解査数列が入ってたら大丈夫よ。解査数列はね、68の14やから、まだ見てない人とか苦手な人は、先見た方がいい。うん。で、やっぱり数学はこうね、一個一個土台積んでいくような感じやから、下が抜けてると、いくら上積んでもね、ガシャーンみたいに崩れるからね。えー、だから、先見た方がいいと思う。本当に。はい。で、それが、えっ、ー、と、分かってる人にとっては、これはね、そんな難しくないんやけどね。分かってなかったらちょっときついかもしんない。はい。え、解査数列 BN の定義って何やったっけっていうそういうやつね。 数列 A の解査数列を BN と置くと BN は AN たす1行く AN やねん。これになんねん。だそれがわかんないっていう人は残念ながらこっち見てもらってね。ええー、ごめんごめん。しょうがないよ。もうそれはね。はい。順序があるからね。こういう風になってます。うん。で、この辺もね、よかったら答案に書いてみ。この辺。ええー、この辺書いてみって言うねんけどね。言うねんけど全然みんな書いてくんないのよ。で、こ,こ苦しんでんのよ。ね、で、ナーシマはね、授業で毎回これを黒板に書くんやけどね。写してる人が少ないわけよ。 写した方がいいって言うねんけど、写さないわけよ。で、解けないってなんねん。いや、だから写した,書いた方がいいって言って、自分は全部書くんやけど。ねうん、まあね、なかなかね、うん。まあそういったところがあるわけ。はい。でね、まあそれ置いといて、えーこ,れねえー、これやから、あ、だからこれ今移行すればいいんやね。そういうことやね。だから解写数列の定義が出てくる形になってるわけよ。だから一番なんかは、BN はって言ったら、AN 足す1から AN を引いて 3N 足す2ということやね。 つまり、この全化式というやつは、解差数列の一般項を教えてくれている全化式だよね。それ省略して解差型って言うから、なんかよくわからない。どこを見て何がどう、えー、何型な、みたいになるわけよ、ね。はい。だからこのステップをちゃんと踏めば、えー、言ってることはわからなくもないということね。もう一回言うと、この全化式は、数列 N の解差数列 BN の一般項がこれですよって教えてくれている全化式。 略して会社型。<laughs> 略しすぎやね。<laughs> しょうがないよね。まあみんなね、漢字3文字やからねえ。それで綺麗に揃ってるってことはなるんやろうけど、ちょっと略しすぎやと思う。まあ自分でもね、書いてんねんけどね。2>, 2番も一緒やね。こうやって移行すると、やっぱりそこが BN っていうね、定義が出てきて、BN がこれですよっていうふうに教えてくれている。ね。会社数列の一般項を教えてくれている全化式。はい。こういうふうになる。じゃあ BN がこういうふうに分かったら AN はって言ったらね、それはもうね、ここでもやったからね。 うん、じゃあ、それは黒板にやってみようか。はい。じゃあ、行こうよ。ま、全化式書いてね。えー、ちょっと日本が省略した表。で、えー、移行して、BN がこれですよってね。そういう風になる。そうしたら、A1 足す。こういうのがあったね。で、これがわかんないっていう人は、やっぱりまた解釈数列の先見た方がいい。申し訳ないけどね。だから、N を K に変えて書く。A1 が2か。 3k になるでシグマの公式シグマ K っていうのを使ってもらってもいいけれどシグマ K の一次式っていうのが等差数列の和だっていうのをやったからえだからそれを使うと初めは K イコール1入れて5終わりは K に N-1 を入れて 3N-3+2 個数は1から N-1 やから N-1 個。 こう数かけて2で割るってね。そういうふうになるから、えー、これを整理すると、はい、こんなふうになる。まあでもこれね、N2 以上やからね。えー、A1 はえーとこれで表せないわけで、えー、この式に N イコール1としてみんね,んね。そうしたらまた改数列のとこでも言ったけれど、ほとんどの問題は満たすから、えー、だからそれで検算ができるっていうふうに言ってたからね。えー、だから N イコール1入れてみたら2分の1かけ4でしょ ?2 になるね,ね。ということで検算してもらって、 はい。で、こういう風に書いてあげて、で、an は余計な制限を取っ払って、an はこれと。はい。こうやって全化式を解くっていうね、ことになるわけ。うん。はい。じゃあ、これ1番でした。えー、2番もいこうか。はい。2番も同じようにやればいいわけで、やっぱり同じように書いてみた。で、そうすると、やっぱりここが解差数列のね、問題になるわけでね。a1 たす、 こんなんになるわけやね。n2 乗上の時これですよ。で、n を k に変えて、はい、こんなんになるわけやね。うん。で、さっきは、えー、シグマ k の一時式は等差数列の和だっていうふうに言ったけど、えー、今度、シグマ r の形状っていうのは等比数列の和って言ったから、うん、それがわかんない人はね、えー、68の12か、えー。そこを見返してもらうといいよ。はい。で、えー、この場合は、シグマバラバラにしようかな、えー。k イコル1入れたら2の4乗やね。 k イコール2を入れたら、2の7乗やね。で、k イコール n 引く1を入れれば、2の 3n 引く3足す1やから、こうやね。そしたら、これは8倍やからね。えつい2引く1分のってやらないでね。こうやってしまう人は、やっぱりこの行、1行入れた方がいいと思うよ。じゃないと間違う。急いでたら、特に。はい。2の3乗やから、8やねんね。つまり、2足す、え分母が0にならない。 R-1 分の初項は2の4乗。で、交数はっつったら、点々点の方は分かりにくいから、シグマの下と上を見るっていう風に言ってた。これは2じゃない。こうやって間違えそうになったからね。2じゃない。8です。8の n-1 個。はい。こんなになるわけね。そうすると2、2たす7分の2の4乗は中入れて、これ2の 3n-3 やから、2の 3n-3 たす4で、 こういういになるちょっと一気にやってしまったけどね。で、さらに下にもう一句を書くと、7分の1で、前の2は7分の14やから、はい、こんなふうになる。これが N2 以上です、うん。で、合ってるかどうかは N イコール1を入れてね、チェックしてみたらいいよ。N イコール1入れると、そうすると16引く2で14やから、ちゃんと2になるね。はい、そうやってね、少し安心して、それで答案を続ければいいね。 まあ、こんなんで、今までいろいろやってきたやつがね、こうね、うん、集まってくるわけやね。まあ、なので、ちゃんとできるようになるといいよ。はい。えー、まずね、ここね、解査数列の、このな、公式というかね、えー、こうね。で、これ、シグマ、K の一時式は、等査数列の和。で、整理、N イコール1の時も満たす。通常満たします。なので、その辺も、以前の解査数列のね、えー、68の14がな、今こうね、カン、ニングしてみたけどね、えー、そこ見ていただいたら、えー、ちゃんとお話ししてます。はい。だから答え。 2番も一緒。シグマ R 形状は等比数列の和です。えー、だから分かりにくかったら K、K イ1からこう入れてバラバラにしてみたら8って気づける。8-1分のやからね。こっちも8の R の何乗、交数乗引く1やからね。えー、つい2とか書いてしまうから、だからそこを注意する。はい。で、整理してあげて、ね。で、えー、もう、普通は満たします。ね。だから計算間違い、計算ができるから。はい。で、余計な N2 以上っていう範囲がなくなって答え。はい。じゃあ続いて3番いこうか。 まあ一応ね、えー、なはね、うん、航空工学科出身やからね、あの、聞かれんのよ。一体それ何やるんですか大き機の何やるんですかって、ね、まあそっちはね、どっちかと言ったら、力学の方のね、設計の方をやるの。うん、まあだから、えー、流体力学とか、えー、空気力学とか、衝撃科とか、えー、そういうのをやるんやね。 うん、それで、あの、く回りの流れとかね、渦とかね、そういうのやんねんね。あと、ロケットの方ね、マッハンも音速超えたらどうなるかとかね、そういうのいろいろまあやるわけよ。ね、まあだから、設計する方の要請っていうのをやるわけね。で、で、その後航空会社入ってるから、実際も見てるわけよね。で、整備士もやってたから、まあその辺わかるわけよ。整備士はっつったらそんな計算とかじゃなくて、ああ、知ってる整備士はだいたい3種類に分かれて、えー、空港でこうやって手振るね。 えー、あの飛行機がスポットに入って、えー、から出ていく、ねえー。そ、そこの間にこうね、点検をするっていうね。そういう、えー、整備と、それから、えー、格納庫でやる整備ね。バラバラにするんでね。椅子とかカーペットとか全部剥がして、えー、やるというね、えーで。そういうのをやるっていうのと、それからもっとその、えー、各装備品とかね。ブラックボックスの中とかね。そういうやつをこう、あとエンジンの中とか、えー、そういうのをやると。いうそういう装備品みたいな装備品とかエンジンとかに分かれる。 まあやっぱ大きいからね。そんだけ分かれるわけよ。一人が全部やるわけじゃないわけよ。まあ、兼業とかすることもあるやろうけどね。うん。そんな風に分かれる。まあなんで、大学の航空工学科とかは数式で設計の方ね。うん。で、実際のエアラインっていうのは、えー、整備っていうのはそういう数式とかじゃなくて、どっちかったら実際現場触って安全な機体を提供するっていうね。そういうやつでやってね。聞ける状態にある人やったら、まあ聞きに来て。そしたらもっと詳しくね、お話できるから。はい。まあそれは置いといて、えー、3番行こうよ。3番すぐ終わるのよ。 以下で定義される数列 N。一般項を求めよう。全、ま、化、あ、式解けってやつよ。で、えー、これはね、えー、さっきの1番と一緒で、また書いてみると、N イコール1入れると、A2 は 3A1。で、N を2入れると、A3 は 3A2。この規則がずっと続きますよっていうことを言ってるから、だから自分3倍して隣っていう、そういうことね。で、隣3倍してさらにその隣っていう、そういうことね。 で、それは、えー、かける3かける3かける3っていう風に続いていくから、それは公費が3っていうね、等比数列になるんじゃないか。うん。で、これがね、えー、もう少し難しくしたやつが、次、え、週、ー、に続くっていう、そういうことになんね。うん。はい。これはね、だから楽なやつ。だから1番と同じく、初項に公費3の等比数列であるから、もうポンとね、A1RN-1 乗って書いて、それだけでおしまいです。だから1番、3番が、えー、異様に楽。2番が回差数列の知識がいる。うん。まあ、というね、そういう三大構成になっております。 はい。まあ、手なわけで、今回は全科式のね、えー、3つ中の1つ目、うん、一番最初のところね、えー、それをやってみました。はい。まあ、手なわけで、学校の先生とかね、あの、もしよろしければ、ただよびのね、数学を夏の課題とかに加えていただいて、えー、まあ、いい復習になると思うので、うん、そんなんして活用してね、えー、みんなで、えー、高くなって 欲しいのよ。もうそればっかり言ってんねんけどね。えー、それが、あの、唯一の願いやから、もうしょうがないわけよ。ね、だって、授業料いただかずにやってるわけやから、もうそういうね、みんなが苦しんでる、苦しんで、あ、もう数学嫌だとか、知らんよとか、何これもうわけわからんとかいう、そういうのをなんとかしたいっていう思いで、みんな、みんなやってるから、だから、うん、こういうことを毎回申し上げております。はい。では次の動画もただいびでありがとうございました。